観光機ランドランでーす。イエーイ。はい、本日はどこに来てますか。ここね、はい、ロッシュです。はい、ロッシュです。チョリさんがね、あの経営店舗されているお稲荷さんがリハルお店ですね。僕のリハルお店ですね。はい、本日なんでロッシュに来てるかと言いますと、今回はね、あのチョリゾーさんのねタワーがあるんですよ。あれ誕生日やからね。あ、そうそうそう、うん、あるんですけれども、まあでもチョリゾーさんも社長じゃないですか、ね、プレイヤーじゃないじゃないですか、うん、そうだそうだね。なんでバースイベントがないんですけども、僕にね直接ね、あのチョリゾーさんの指名のお客様から連絡が来てね、あのタワーをしてくれるという。それか、あれね。あ、そうなんです。なるほどなるほど。今回はもしも社長が出勤してきたら自分のシャンパンタワーがあったらドッキリへぇということで。ドッキリなの？ドッキリです。だから事実じゃない。事実なんですけども、あのもちろん知らないじゃないですか。ああ、出勤してきてタワーあったらびっくりするじゃないですか。時の反応を見たいかなって。いい反応してほしいから。なんでチョリさんは今別の店舗で働いてはるんですけども、ちょっとお稲荷さんに従業員と話があるから来てほしいっていうことで。なるほど、言うわ。じゃあ、はい、もう絵文字とかなしで送るわ。いつも絵文字あるんすか。逆にない。ということでチョリさん呼んでいきましょうか。ということでチョリさんが出勤したらシャンパンタワーがあったらドッキリまで3、2、1。でもえげついな。すごいっすね。でも本当にちょっとやらしい話になるんですけど、ブルー元気になります。ああもう1ヶ月で用意したみたいな。すごい。俺の分なかなかできないですよ。だって今ブルー元気に聞いたらもうよだれ出てきたもん。やばかった。はい、ということでね、今日タワーやってくれる超ビジメッピーです。イエーイ。素晴らしいね、タワーまだ。はい、嬉しいですね。どうですか今日の、まあ、意気込みと言いますか。楽しむ。意気込み最強。最高な意気込みです。それだけでええもん。そう、俺もどんな反応するか楽しみ。確かにね、チョリさんは今までされたことないですよね。さすがにタワーのサプライズ、うん、ないと思うね。しかもだいぶ久しぶりだもん。多分何年ぶりぐらいですかね。だいぶやと。ということでチョリゾーさんの到着待ってます。待っていきましょう。はい、さあもう多分到着すると思うんで。はい、めちゃめちゃめちゃ何してんの。遅いっすね。え、遅いっすね。じゃない、何してんの。遅くちゃいますか。あ、もういいです。何してんの。もうかまそうな持ってきて。じゃあ、え、何してんの。え、まあ、これ早くしても。いや、待ってたんですけど、ね、ずっと。何してんの、ほんまに。あ、ほんまに来て。気色悪いな。気色悪いっすか。お前ですか。いや、でもおる。なんだろう。いや、まあ、いたね、案内してほしい。何よ。立ち合うと、立ち合うと。なんかイベント出てー。なんかイベント、どういうことや。まあまあ見てもらった通りなんですけども、トリゾハッピーバースデータいただきましたぜ。えはい、綺麗なサプライズ。お姫様からね、なんか手配してくる。そうなんですよ。なんかやってんねん。いや、嘘でこんなんやらやん。誰かのやつを、これやれちゃう。いや、ほんまに。これだけ書いてる。なんか、そうやろ。もう、疑心暗鬼なりすぎちゃいます。いや、だから、絶対信用してください。俺のやつに書いたら、みたいなドッキリでしょ。数々の修羅場で、いや、まあまあまあ。人知られへんの。姫からのサプライズ。それはないよ。だって連絡取ってないもん。僕が直接ちょっとね、DM でやらせてもらって。DM? 絶対できへんやん、DM なんて。俺1ヶ月前から決めてて。マジで？はい。絶対嘘やろ。女の子とやっぱり。今のうちやで。言うとこやで、今のうちやで。じゃあ、一旦来てもらっていいですか？こちらの席に。え、嘘やろ。嘘でしょ。見てもらって。なんか大阪じゃないと言います。ちょっと分かってきたかも。分かった、いただきました。そういうこと。そういうことです。そういうこと。そういうことな。ガチなやつやんな、じゃこれは。そうです、ごめん、ガチなやつ。ドッキリとか全部でも乗りやってくれた。可愛いのね。可愛いです。今日なんかちゃうの。からのやろ。からのな。怪しい顔してんな。俺疑うのや、すぐほんまに。すぐに俺疑うね。他の従業員のシャンパンタワーを俺のやでって言ったらどんなんすんねやろみたいな。ちゃうん。しょうもなすぎるな。その企画しょうもなすぎる。やってくれたってこと。その反応ありがとう。ありがとう。その反応ありがとう。なんでおんの。東京の人よ。マジでやってくれたってこと。まあね、ほんまに時間ない中1ヶ月やってくれたのでね。1ヶ月でいいのよ。はい、なんかそういう話はそろっと出たんやね。あのその限定出勤してもらったの時に、はいはい、まあ、誕生日みたいなイベントとかやらんからと。そうですね。いや、これ言うといてくれたらこんなんでこうへんのに。
ちょっとなんか匂わすみたいな欲しかったけど、あちょっと蝶ネクタイぐらいいるんちゃいますみたいな。いっちゃんそれの格好につけたの、蝶ネクタイ。なんでだ、これ嘘やな、その顔。いや、嘘じゃないって。嘘ちゃう、俺喋らんとこ買うもん。ほんま嬉しすぎるわ、ちょっと。嬉しいですね。衝撃。しかもなんかあの色紫やんね。はい。え、聞いてたわ。そうやったんすね。そういうやつか。え、あれ俺のメンバーカラーじゃないの。まあまあ確かにそうかもしれんけど、なんかまあ色で言ったら俺は結構紫最近好きよみたいな言うたな。はいはいはい。それも組んでくれてのタワーですか。メンタリストの方かな。うまいな、引き出すの。普通の会話で、ね、高橋桃李は何色好きなみたいな。俺紫好きな知らんかったんだけど。はい、まあということでね、あの今日は鳥野さんとベビーさんとね、お願いさんで話してください。はい、楽しませてもらいます今日は。はい、もうガチやわな。もうここに通されたってことはもうほんまのやつやん。それはあれなん、そのダンランが今1ヶ月前とか言ってたけど、話し合いして決めたって。あれ DM がどうなってたけど。そんなことします。いやなんかね、わからないと思うんですけど、あのなんかその接客中にそういう話をしたんよね、一回ほんまに。そのタワーがどうのとかな。あ、ほんまお誕生日やん。もうそういうことな、26日やん、日が変わってみたいな。凝ってるなぁ。ホストで働けるよ。で12時回って、その誕生日の早めにあのあれに乾杯しようよみたいな。うわ、いいよ。ありがとう、嬉しすぎるわ。なんかそのサプライズが俺好きやっていうのを動画で言ってて、もうすごいスケールなんや今回のサプライズ。嬉しいがこれやったらもう売れ嬉しい、売れ嬉しい。よろしい話やけどね、お金のねこととかもあるのに。それはもうね、もうどうよ、もう頑張った、もう。でもなんかそう、あれやな、思い返したちょっと怪しい LINE とかあったな。なんか明日はみたいな、そう、誕生日はみたいな、大阪におるかな、いけるぜよ、私みたいな。あ、そのパターンね。メンタリストや、やっぱりうまい。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。